たくましく明るく前向きに。苦しい状況でも英知を絞り、コロナに屈することなく食で街を元気に。アラ文庁はそんな皆さんにエールを送ります。テイクアウトやってます。今回は荒川区西日暮里エリアのテイクアウトができるお店をご紹介します。西日暮里5丁目京成本線の高架下近くに手作り弁当お持ち帰りの文字を発見。こちらのお店は、はい、いつからここでやってらっしゃるんですか？1月10日からオープンです。それは1月と2月ぐらいはちょっと忙しいの感じで、3月からの感じはコロナのこと出る時はちょっとお客様はどんどん来ないです。営業はありますね。コロナのこと出た時は結構みんな一緒にお店に出ないで手でお弁当作って、それはお客様も出帰るの感じ、浴衣の感じですね。はいはい、これから皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。 JR 西日暮里駅前の西日暮里スクランブル、その1階にあるカレーショップスパイセッシュ。オリジナルレシピによるスパイスカレーをイートインとテイクアウト、どちらでも楽しむことができます。同じく西日暮里スクランブル1階にあるジェラート屋さん、ぐるぐるジェラートはテイクアウト専門店。緊急事態宣言後に、はい、ぐるぐるジェラートさんではテイクアウトの形何か変わりましたか？変化ありましたね。もともとうちは客席のないテイクアウト専門 の、 ジェラート屋さんだったんですけど、お客さんの前でそのジェラートを持っての提供がちょっと接触があるのではないかっていう判断で、もう事前に朝練りたてのジェラートをお客さんにはもう小売として提供する形に変えました。それが朝、作ったものをカップに詰めてで提供する。そうですね。だから目の前で提供しないから、はい、そこら辺気になさる方も安心して食べられる、はい、ということですね。蓋も今蓋外してる状態なんですけども、蓋もきっちり閉めて、はい、消毒とかもしっかりした状態で詰め作業してますので。で現在はまたそこからちょっと変わってる、はい、そうですね。一回7月1日からその2ヶ月間ぐらいその小売での提供だったんですけど、もう一回お客さんの前で盛る提供もいいし、お客さんの判断によってはお客さんの前でのジェラートを盛るじゃなく、コロナ中のカップに盛っての提供もどちらも対応できるようにしてます。これは何と何でしょうか？こちらが、キャラメルとアスパラという味になりますね。北海道ではこの季節アスパラのジェラートがよく出るみたいで、新作として入りました。厳しい状況は続きますけども、ぐるぐるジェラートではこの元気な2人が待ってますんで、ぜひ遊びに来てください。西日暮里5丁目交差点近くにある熟成和牛焼肉エイジングビーフ、テイクアウトを始めました。テイクアウトいくつか種類お弁当あると思うんですけど、おすすめのものを教えていただいていいですか？おすすめの、焼肉重はこちらの特選焼肉重となっております。熟成肉をふんだんに使っておりまして、温かいものを提供しております。ネパールレストランミテリキッチンはお持ち帰り弁当が人気です。
道館山通りから少し入ったところに元気がもらえそうな名前の魚屋さんを見つけました。お店の特徴としては毎日新鮮なお魚を豊洲とか、足立の方から、仕入れて、中でもお酒飲めたりするんですけど、なかなか飲めない、14代っていう日本酒とかですね、ジコンとかヒロキとかそういった、美味しいお魚、美味しい日本酒っていうのが売りでやってます。こちらはお弁当もあるというふうに伺ってきたんですけど、はい、お弁当はオープン当時からやってらっしゃるんですか？はい、そうです、オープン当時からやっております。ここ2、3ヶ月いろいろテイクアウトの方をされる方も増えてると思うんですけれども、はい、そこら辺っていかがですかね、こちらのお店では。まあ、相変わらず常連の方から新しいお客様まで、幅広く、使っていただいております。お弁当は日替わりになるんですか？そうですね、仕入れによってちょっと多少変わったりもするんですが、まあ、人気の刺身弁当とか、海鮮丼とか、ネギトロしらす丼とかっていうのは常に一応準備はしております。梅雨の時期だったりとか、梅雨が明ければ暑くなったり、非常に過ごしづらい日が続きますが、我々元気な魚屋さんは、名前の通り元気よく毎日やっておりますので、ぜひお越しくださいませ。地元の方々から愛されているお店、道館山通りにある肉の北島にはテイクアウトの定番メニューがあります。西日暮里6丁目の住宅街の中で営業しているお弁当屋さんを見つけました。すいません、こんにちは。はい、いらっしゃいませ、はい、お弁当屋さんなんですかね？うちはですね、もともとは落語をやったりするイベントスペースだったんですけれども、このコロナの影響でもうちょっとその営業ができないんで、お弁当屋さんににわかに転向した感じです。どんなお弁当だ？一番推しがですね、こちらがミラクル弁当と言います。はい、お魚中心であまりこう脂っこいものは入れないようにという形で全体のバランスを考えて作ってます。もともと料理教室をやってたんで、バランスの取れた全体メニューといったことでこのお弁当をおすすめしてます。なるべくいろんなバラエティに富んだおかず揃えるようにしてやってます。2016年の11月にオープンした西日暮里の小さなパン屋さんになってます。で、クリナップの子会社であるクリナップハートフルというところが運営しておりまして、地域の皆様に焼きたてのパンをご提供させていただきまして、笑顔を作っていただこうということから始めたパン屋さんです。で、こちらはランチの時にですね、このゴールドケースに入っていますサンドイッチが皆さんご希望されています。今朝作った焼きたてのパンに挟んだサンドイッチ、コッペサンドが3種類、こちらにクロワッサンとコーンパンというものに挟みましたタルタルフィッシュサンドというのが人気です。飲み物ですとかソフトクリームもテイクアウトできるんですか？はい、できます。夏はお子様に人気の、クリームソーダ、大人の方にも人気のコーヒーフロートなどお持ち帰りいただいてます。小さなお店でありますので、店内狭いですが換気を十分に行い衛生的に運営しております。ぜひ皆さん、焼きたてのパンをこちらのクリオのパン屋までお買い求めください。お待ちしております。今回ご紹介したお店以外にも荒川区西日暮里エリアにはテイクアウトのできるお店がたくさんあります。ぜひあなたの街でテイクアウトを楽しんでくださいね。来週は文京区本郷エリアです。あなたの街でテイクアウト。